代払えてない世知辛いけどやらないといけないことやらない。うちの庭に、新しいお家の庭にマンゴーの木があるんだけど、初めて、一番初めのマンゴーをゲットしました。やばい、超嬉しいんだけど。これがね、マンゴーツリーで、あのね、上についてん緑だから、葉っぱとブレンドしちゃってよく見えないかもしれない。やばい、初めてのマンゴー、小さいんだけどかわいい。なんかうちの姉がちょっと教えてくれたんだけど、なんか匂いを嗅いでね、甘い、いい匂いがしたら食べ頃だって。あ、でもいい匂いする。ちょっと開けてみようか。マンゴー、ヘベビー、やばくね。アウチ。あ、わあ。でも多分これはちょっと熟しすぎのやつだと思う。熟しすぎてるやつはもうね、逆に食べれないんだよ。自分の洋服を今、ハンガーにかけてみました。このハンガーは今日 Amazon から届いたからかけたんだけど、これしか良くないの今で。こっちがうちの旦那のスペース。そう、ですね、明日なんかすごい大きな、ハリケーンがハワイに直撃するみたいで、なんか、不動産屋さんのマーロンからもすごいメールが来て、なんか、ハンドブックみたいなの送ってきてくれて、なんかこういう風にしなきゃダメですよとか、そういうやつ。携帯にも、ほら、鳴るじゃない？地震とかになると。あれと一緒で、なんかその、なんだっけ、そう、ハリケーンが来るって、なったんだよ。なったんだけども、食料品は昨日宅配サービスが来てくれて、お家に届けてくれたんだけど、なんかその、来てくれた人がマスクして、で、私もマスクして、私は家の中で、で、彼女は家の目の前にこう荷物を置いてくれて、で、その、遠くでちょっと話したんだけど、ありがとうとか言ったら、なんかそのオーダーされたもの、結構もうお店の中がガランガランになっちゃっててとか言って、でオーダーされたものが結構なかったんだけど、それ以外はちゃんと入れたからみたいな感じで言ってくれてて、で
もうだからお店の方も食料品が品薄だし、結構その必要なものとかが品薄になって、だけどなんか一応なんかシリアルとかはあるんだよあとキャンドル買ったし、ライターも買ったし、そうだからまあとりあえずもしね大変なことになったらシリアルとかでしのぐしかないんだけど、あとコストコからもそのデリバリーサービスでオーダーしてるんだけど、2日前にオーダーしたんだけどまだ来なくって、多分その品薄だとかオーダーがすごい殺到してるのかわからないけど、全然なんだろう、時間すっごくかかってて、でそのコストコからうちはだいたい結構物をオーダーしたから、ご飯なんかお米とかパスタとかトマト缶とかなんかそれ以外何またフルーツとかもそうだよねとかさ、なんかそういうものすごいオーダーしたから、それが来てくれないと未だにこうちょっとレストランとかのデリバリーのサービスをまたオーダーしなきゃいけなくって、そうだから大変なんだよ。昨日はねあれよ、あれを出した夜ご飯は、チラシ寿司みたいな、チラシ寿司なんかご飯寿司飯の上にイクラとサーモンが乗ってるやつで、イクラなんてメインランド行った時めったに手に入らないものだったから、あ、まああったけど、あったけど、そっち食べれるものではなかったから、やばいハワイってそうだみたいな、お魚すごい食べれるんじゃん、お寿司の生ものな食べれるじゃんみたいな、もう超うまかったし、あれほんと。うちの旦那はねイクラは苦手って言ってたけど、でもサーモンすごい好きだから、もうすっごい美味しかったです。そんな感じでね生活してるんですよ。こうとりあえず毎日アマゾンからオーダーしたものが届いて、今日はこのハンガーとあとコーヒーのエスプレッソマシーンとか、あと何で、あ、ダイパーが届いたんだよ。あと何届いたんだっけ、まあ、思い出せない。まあそんな感じ。あ、ラグだ、ラグ、ラグ、床に敷くやつ届いて、キッチンに敷くラグが届いて、まあそんな感じ。毎日アマゾンからオーダーするものでもアマゾンがすごい頼りだから、もう家出れないからさ、そうそうそう、それでこう毎日来たものでこう家を片付けてみたいな、そんな感じで、今日は3日目、隔離生活始まってから3日目。さっきね黒いトカゲがいた。でもなんか数日前見たトカゲちゃんとちょっと違う子なんだよねなんか数日前に見たトカゲはもう家に入ってすぐに黒いトカゲがいて、あーみたいな、いたーと思って結構大きかったんだけど、でこの子、今の子見た子は落ちてきたから私の近くに、ちょっとびっくりしたんだけど、悲鳴あげたよね。どっか行っちゃったかな、あそこにいたんだよ。そう、まあ、ここが私のでベッドルームだけど今汚いからあんま見せないからね。今度あれやりましょう、なんだっけ、ホームツアー。そう、まあ、とりあえずここがクローゼットで、ここにもクローゼットがあるの。これはこのクローゼットはこういう感じ。ティッシュ、もう全然書いてないじゃん。あー全然書いてない。あー、これ匂い残るやつじゃん。Yeah. Yeah, just need to put this in first, though. Okay. All the frozen stuff. Oh, nice. Thank you so much. Aww. Yeah, the weather gets all the fun. Oh, yeah. Thank you. That's all? Yeah, that's all. All right.
Natalie, thank you so, so much. Thanks. Stay safe. Thank you. Bye bye. Thank you. You're welcome. I just have to scan it. Okay. I just put it right there. Yes. Perfect. Perfect. Awesome. アマゾンが届いたから取ってくる。 Thank you. You see me?私いつもさ、髪ボサボサ出てきちゃってやばくない、はあ、だって隔離生活やってんでも仕方ないじゃん。見えますか、うちのジャイアントベッドたちを。あっちがクイーンサイズでこっちがキングサイズでございます。で、もちろんこれは家族みんなで寝ているベッドでございます。 OK。 で、これをね、ずっとプランしてたわけですよ。もううちの子たちは寝ませんので、親なしではもうね、親も子供たちの部屋にで寝かしつけて寝落ちするっていうのがほとんどだし、もう私のバックグラウンドもうちの旦那のバックグラウンドも両親もしくはおじいちゃんおばあちゃんと一緒に寝てたから、こうコースリーピングすることに対して全然なんていうのかな、このいわゆるアメリカ式の子供は一人でお部屋で寝かすっていうあれにあんまりこう囚われてないできて、で、まあ一番初めのね、キャメロンはトライしたんだけど2歳の時に、もうあれがあれなんていうの、悪夢になっちゃって、もうそれ以降絶対一人で寝なくなっちゃって、でね、2歳の時にスリーピングトレーニングをして、キャミーはで
まあ、ちょっと大変だったんだけど、でもなんだかんだ一人で寝れるようになったんだけども、その後に3歳ぐらいの時に日本に旅行に帰ったりとか、まあ、いろんなところに旅行に行ってたら、ホテル暮らし、ホテル暮らしというか、なんだろう、ホテルで寝ることがやっぱ多いじゃないですか、旅行してると。それで私と旦那の間で寝るようになっちゃったら、またそれがあれよ、慣れちゃって、その親と一緒に寝ることに対して慣れちゃって、でそこからもう一人で寝れなくなっちゃって、またそういうのとかが繰り返して、だからもううちらも自分たちのエネルギーとか精神を全部使って、スリーピントレーニングってすっごい大変だから、てか赤ちゃんの時からねやって上手にうまくいった人は全然、まあそこら辺は心配なんだけど、うちはもう赤ちゃんの時からずっとうち、私と旦那の間で赤ちゃんたちは寝てて、赤ちゃんたちがもう小さい時から自分たちのお部屋で一人で寝てる子たちだったら全然いいんだけど、うちはもうね、生まれた時からもう3人ともみんな、どっちかというとうちの旦那が一緒に寝たいみたいな、ベイビーたちと一緒に寝たいみたいな感じで、で私は結構その何だろう、一人で寝かせることに対して前向きには考えてたんだけど、やっぱ可愛いんですよね赤ちゃんって、寝たくなるじゃないですか一緒に。でそういうのとかでうちの旦那結構一緒に寝たいとか多かったんだよね。で、まあ、もちろんそれで子供が増えるにつれ、その赤ちゃんを一人だけで寝かすっていうお部屋もなかったし、まあそんなんで、まあ、一緒に寝てきたわけですよ、うん、それでもううちの一番上のお兄ちゃん8歳で、娘が3歳で、一番下が1歳なんだけど、まあみんな一緒に寝たわけですよね。でそう、前の家住んでた時はうちの旦那が上の2人を寝かしつけて、で私は赤ちゃんと一緒に寝て、で旦那は寝かしつけたら私たちのベッドに来るっていうのを想像してたけど、でもうちの旦那は子供たちと寝落ちしてもう朝まで寝るとかそういうことがほとんどだったから、もうみんな一気に寝ちゃえみたいな感じでこういうのしたかったわけ私がね。でもう小さくいかないで、もうでっかくいこうぜっつって、クイーンとキングをくっつけたわけです。でこれはそのね、なんかアメリカだとツインをくっつけてキングサイズにしてる人結構いるみたいなんだけど、多分こう子供が小さい頃ツインを買ってみたいな、で子供たちが育ったからそのツインのベッドをキングサイズにしてゲストルームに置くとかそういう感じだと思うんだけど、まあそういうので売られてるやつをね。でこれは何かというと、このさ、ベッドを何もねこう調節がないままそのベッドで寝てて、やっぱり真ん中が分かれてくるわけなんですよ。それをここで埋め、これで埋めるらしい。でこのベッドが離れないようにこのベルトでこうやるみたいな、そういうやつらしいのよね。アマゾンで買ったの、またこれうちにあるのは、全部今あるのはアマゾンです。もうねアマゾンにすごい助けられてる。てかこれ多分ね、私一人じゃ無理だな、これ長さ足りるはずなんだけど、どうなんだろう、長さ足りるはずだけど、どうなの、え、ちょっと待って、足りないかも、足りないかもしんない、あ、やっべ、これ足りないかもしんない、長さ計算したのに、これ長さ足りない系じゃん、もしかして。一応あれなんだけど、クイーンとキングの長さ全部計算して、300インチで全然大丈夫じゃんっつったら、全然足りないじゃんこれ。ですね、今この生活で一番大変なのが、こういう風送られてきたりするものに対して、間違ったものを送られてきて、それを返品しなきゃとか、あとこういう風にね、サイズが合わなかったか返品したりとか言う時に、私は外に出れないから、あれよね、物によっては何、時間がオーバーになっちゃってもうリターンさせてくれない場合も多いから、日本はね結構大体そうなんだけど、アメリカ結構緩いから、そういうところがリターンしてくれ、させてくれるんだけど、ちょっとこれは多分絶対、ま、あれよね、長さも間に合ってないよね。いいこと考えた、これ同じのもう一個買えばいいんじゃん。ねえで、ぶら下げればいい、ぶら下げるじゃないよ、繋げればいいじゃん。
た。あのさ、インターネットがまだ来てなくって、携帯のホットスポットつないで、あのパソコンでさ、オンラインつなげてるんだけど、やっぱりビデオをアップロードするまではできないわけ。遅すぎて。私重たくってもう全然できないから、ちょっとあのインターネットが来るまで私ビデオを上げることはできない。編集はできるけど上げることはできないからさ、ちょっと大変っすよ。でも毎日やることあるから、こういう風になんかやっぱり新しい生活だから、全て新しいから一からやっていかないといけないから、まあ、今日がデイ4だからもう早く終わらせたいですね、隔離生活。さっきあのなんだっけ、ハワイのそのそういうのまとめてる局から電話かかってきて、携帯に。で、具合は大丈夫ですか、お子さんの具合は大丈夫ですか、旦那さんの具合は大丈夫ですか、お家にはいますかっていう質問されて、全部そうそうそう。で、今のところうちら全然あの体調的には問題がないし、まあ家から一歩も出てない状態。でも本当に家からも一歩も出てないし、そう、健康なんで、まあ、そんなお話をしたわけですわ。